んかが、そういう番組の途中ですが、ここで ABC 気象情報です。兵庫県に新たに土砂災害警戒情報が発表されました。淡路市、洲本市以上の地域では土砂災害の危険性が高まっています。兵庫県に新たに土砂災害警戒情報が発表されました。淡路市、洲本市以上の地域では土砂災害の危険性が高まっています。 ABC 気象情報でした。うろ覚えだからね、全部うろ覚えだからね。そんな